不明飛行体出現。光学的測定の結果、目標は不可視。生物反応なし。測定不明。崩壊エネルギーが急速に増加。レベル0と判定。不明飛行体高度降下中。無人機動部隊出動。潜入するバルキリーを援護せよ。キアナ、急いで。はいはい。簡単に言ってくれるよね。作戦開始。新しい任務地はまだわからない。ハッ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 メイシーちゃんの愛さえあるのに。ハッ開始。
っと強い敵はいないの？開始。新しい任務地はまだわからないの？本気で私に勝てると思ってるの？治療はいらない。メイ先輩の愛さえあればいいの。絶対メイ先輩に力をさせないんだから。本気で私に勝てると思ってる。これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。開始。
うん、ショータイムの始まりだ。こんな簡単なクエストのために乗り出さないでよ。作戦開始。ウォーミングアップってことにして。開始。
新しい任務中はまだわからないの？本気で私に勝てると思ってるの？作戦開始。ヤッホー、本気で私に勝てるよ。はっ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 は
負けるものか。作戦開始。休憩も必要だね。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピンの特殊戦闘機構、解読完了。作戦開始。
こよ。環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？作戦開始。いやよ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ！アンキリーシステム、強制コントロールシステム、再起動。最高権限指令、引力確認。周囲の敵を排除します。しましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが、
姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。